アンダー20日本女子代表、日テレベレーザ所属、籾木優香です。全試合振り返ってみて、楽な試合は一つもなく、すべての試合において自分たちのすべてをかけて戦うような戦いでした。準決勝の韓国戦が非常に印象に残っていて、前回大会で負けた相手だったので、必ず借りを返したいという思いがあって、勝てたのですごく嬉しかったです。素直に嬉しい気持ちがあるのと、やっぱり選ばれなかった選手がいたり、怪我で来れない選手もいるので、その人たちの分も背負って世界で戦っていきたいなというふうに思います。と、全体的なコンディショニングというのを一番気をつけていて、やっぱり食事の部分であったり、あとは気持ちの部分でも世界大会に向けて自分の中で一番というところに持っていけるように気をつけています。去年の総集編を見ていて、それを見ると世界大会に向けて自分のモチベーションが上がるので、よく見直しています。自分の持ち味は相手との駆け引きというところです。自分は常に相手の逆を取るというプレーを意識しています。日本の選手よりも体格が大きかったり、スピードが速かったりする相手がほとんどなので、やっぱりそこで負けないように、技術の部分で上回れるように意識しています。この大会、自分の全てをかけて戦いたいと思います。と、遠いところではありますが、日本から応援よろしくお願いします。